マーキュウィンス来られちゃったし関門突破はしょうがないかな。おっと、反撃弾飛んできた。さすがにこの距離あればさ。ウッパ本当に穴開いてるよ。みんなはここに落ちないように気をつけてね。一体誰ですか、あんなところに落とし穴掘ったのは。多分知らずに落ちたのお前だけだよ。やめとけって。お前最近それしか言ってねえだろ。皆さんやっぱろう、霊夢よ。おいっす、マリサだぜ。最近バケスロが何やら環境と言われてるとか言われてないとか。じゃあバケデコも環境なんじゃねえ。サブスペがな。というわけで強いのかもしれないということで持ってきました。いやいやバケデコが環境になるとかありえるわ。ってなわけで環境武器になったので使っていきましょう。絶対このプラベだけだろ。そもそもなんだよ急にバケデコなんて。一つ前がバケデコ艦隊だったから楽しそうだったのよね。思ったよりしょうもない理由だったわ。でも大丈夫なのか。全然扱いなんてしないだろ。その辺は大丈夫です。うはうは、ほぼ全員全然扱えておりません。それなのになんでみんなバケデコ持ってきちゃったんだよ。たまには真剣勝負をやめて遊びたい時もあるじゃないですか。ネタ武器扱いすんのやめろや。まずい、一人血相変えて怒っている。同じ顔だろ。と矛がむっちゃ押せてるので、これは職腕から全員倒して GG エンド。さあさあ見ていって見ていって、世にも珍しい無職ワンダーがこれから始まるよ。そんな呼びかけすんな。しかし残念だったわね。この職ワンダーのテーマを流せば私の勝利よ。ブルアカファンに謝れ。ここをもたれても関係ないわ。職腕というのは一旦候補。この職ワンダーのテーマを流せば私の勝利よ。ブルアカファンに謝れ。ここをもたれても関係ないわ。職腕というのは一旦候補。海外でも大人気ですね。なりたくてやってるんじゃねえのだ。ショックすぎてずんだもんになってる。これがショックワンダーですか。やはりこういうのは等身大で戦うのが一番いいってことなんですよ。こういう簡単なところからやっていきましょう。今の絶対簡単じゃないだろ。キャラなりさんからも褒めてもらいました。誰だよこいつ。とまずバケデコでやりたかったことはできたので、あとは惰性でいい。最後まで働け。いやね、ほんと久しぶりにモクとやっぱ楽しいわね。この武器はノラマッチとかは一気起きないけど、プラベやる分にはこれより楽しい武器存在しないかもしれないわ。というわけでスペシャルゲージが溜まっちゃいましたよ皆さん。集大さらしゲージじゃないの。何のための機能なんだよ。職腕がブイブイ飛んできて超怖いですね。できることなら私もその強みを見せつけていきたいところ。あおっし、メイン当たってたのか。うわ、これはまずい。一旦職腕使って退避。でもってそのついでに上からバシャバシャ祭り開幕。珍しく生きて帰ってまいりました。でも矛周りの敵全然倒せてないぞ。もういいや、なんかぶん回せ。なんか倒せたわ。バケツといえば波払いだけど、なんかこれはちょっと違うな。昔なんかの動画でバケツの人見たことあるんだけど、もはやバケツというか無知を振り回してるようにしか見えなかったわ。こういうのって練習だろうから、ちょっとやってみたら。あれ、結構いい感じじゃん。これができるなら上達できそうだぞ。すっごい気持ち悪くなるこれ。体が耐えきれないか。カメラ視点が自分の想定よりはるかに早く動くから、むちゃむちゃ弱はこれ。普段の武器じゃ絶対やらないような動きしてるしな。武器スペックを活かすためには三半規管強化しないとか。場所はわかってるけど、そこじゃ攻撃できないよな。いや、そうか、ここはこうだ。おお、武器の特性活かしたぞ。瞬時に上向いて撃てたのはなかなか良かったんじゃないのかしら。エイムを得て健康を失っている。なかなか危険ですよこの武器は。振り回して気持ち悪くなるほど武器として楽しいですよ。バケデコへのハマり方なんか変だろ。皆さんお待たせしました、食ワンダーのお時間です。ゲロゲロ状態で大丈夫ですか。大丈夫です。どうせろくに使えないんで。威張ることじゃないだろ。しかしここも木を追いかけるぐらいなら余裕で。あ、ちょっと距離短い。無事に生還。まあここは止まってるからいいんじゃないですかね。やっぱこっちの方が簡単だわ。なんだこの無駄すぎる程度は。無駄とは失礼な。いいですよ、そこまで言うならメインでの力を見せてやり。あ、向こうの方が上手い。メイン勝負では完全に負けたけど、状況としては完璧じゃないっすかね。関門突破されてないから、これをどれだけ守れるかってとこか。フックだから完璧な状況なんですわ。今さら気がついたけど、最低ダメージが50だから2人で一斉に攻撃すれば事実上の即死婚じゃない。それどころか上から安全に攻撃できるのもなかなかいかついわ。バケツの強みの片鱗が見えてますね。というか正面からガンガン言ってたけど、絶対地形使って避けつつ戦ったら強いのがよくわかったわ。というわけでそれっぽく戦ってみましょう。あ、ちょっと職腕は効いてないっす。無事に倒してもらったっぽいな。上にいるけどどうかしら。あ、そう、メイン当たってないんかい。なんやかんやで残り時間10秒ですね。あんまり行く意味ないから、ここから定点射撃しますか。あ、そう、めっちゃ惜しかった。それでもこのバケツをひっくり返したような雨には対抗できまい。夕立みたいな表現したところで終了。全然使えてないけど癖になりますねこれね。今後もプラベなら使いたいわ。ノラマッチは嫌なんですね。
それじゃあ2戦目行くわよ。ルールはガチエリアでステージは高橋経済特区だぜ。へぇー。ってことで2戦目はジェットでやっていきましょ。おいおい最近プライムどうしたんだよ。いや使ってるわよ。使ってはいるんだけど、本当に今撮影に難航してるのよ。最近の撮れ高ランキング作るとしたらこんな感じね。お前もうブラスター使いに名前変えろよ。まあ気がついたらプライムばっかりになるだろうので気長にお待ちください。で、その代わりに持ってきてるのがジェットですか。高橋のエリアだから上から撃てるのが強いかな。この人敵じゃねえか。今の場のカバーがなかったら完全に終わってたな。うわまずい、墨流シートだ。編集で白黒にしなきゃ。その謎ポリシーなんなんだよ。っていうかどうしようマジで全く見えないんだけど。あ、サロンは無理です。っていうか後ろから撃たれてるわ。さあ何も活躍することなく倒されておりますが、味方がクソ強いのでなんとかなっちゃってますね。あやって、入れ違い。全然見えない。あっつね、まさか金網の縁取りに妨害されるとは。一応全滅はさせたからこれは抑え込みのチャンスですかね。吸引機もあるからこれは上がっていくには絶好のチャンス。しかし私は違うのだよ。吸引機を使わずここで待機し続けるのだ。使えないだけですよね。あぶね、あっとでも逃がさないですよ。よしオッケー、やっぱりこの上で滞在してる。優位と入っても背後から来る敵ぐらいはちゃんと把握しておきましょう。せっかくいい状況だったのにちょっともったいないな。背後取られてるので吸引機使っても意味なかったですね。カウントリードはいいからまず敵を追い返す方向で行きましょうか。地味にセンサーとかメインの射程が刺さってるな。あっと、味方の方に流してしまった。まあ一応エリアは取れてるけど申し訳ないことをしてしまった。その場にいるのにカバー行かないのかよ。ちょっと上から撃つことしか考えてなかったです。その代わり倒せたので見逃してください。スピナー氏ってここから全然動かない感じするけど、ジェットで似たようなことしても強いのかしら。まあ長射程でグイグイ言わせられるから弱くはなさそうだけどね。この辺うろちょろしてるだけなんだけど、ガロンも普通に引いていったわね。マジで何もしてない感すごいんだけどこれって合ってます？変に前行って倒されるぐらいならここにいた方がいいんじゃないですかね。暇すぎるからラインマーカーも投げちゃいますよこれ。一人抜けてきたぞ。その距離って届くのかしら。射程長すぎるだろ。これはさすがに驚異的すぎるわ。今度はデコイチらしから赤ザップが右から来てるな。射程で戦えばいいからってあれ？私より下にいる味方を倒しに行った。全然そんなことねえわ。ああ、これ吸引機使ってればそのままノックアウトいけてたのに。いやでもなんか味方が完全に抑えてくれてない。赤ザップどころかガロンまで蹴散らしてるんですけど。すげえ、めちゃくちゃ抑え込んでる。塗りも戦闘も任せっきりだけど終了。また吸引機使わず終わっちゃいました。最後の1回は絶対使うべきだっただけにもったいないな。久しぶりに持ってみると楽しい武器ってのありますね。ってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。